明けましておめでとうございます。いやー2019年始まりましたね。始まりました。立川さん、2019年はどんな年にしたいですか？今年はね、去年ね、ちょっといろいろ病院に行ったからね、盲腸とかね、今年1年健康第一、もう健康で過ごしたいね。大事大事、体が大事ですもんね。平手さんは？はい、私は2018年で韓国語を勉強したので、2019年になったらその韓国語を使って実際に韓国に行ってみたいと思います。いいよいいよ、行こうよ行こうよ、韓国行こうよ。そして最後、出世さんは？はい、私は今年イノシシ年で年女なんですよ。で、年明け菜の花マラソンも走りますし、いろいろイノシシのように新しいことに挑戦して頑張りたいと思います。